転校生くんと仲良くなりましょう作戦。今日のお題は、二人で塩ファンに出かけてみましょうか。そう、デート。私ね、ずっと行ってみたかったの、塩ファン。でも行ったことはなくてね、海の家に集まるとみんなお酒飲んじゃうし、小さな子がいてもシソジュッケがゾロゾロ塩ファン歩いていると目立つでしょ。それ以外での理由じゃ日本を訪れることはなかったから。ん？あなたを襲った時に？なかなか反応に困るわね。でもいいの、こうやって実際に来ることができたんだから。今日は人が少ないのがちょっと残念だけどね。ええ、私賑やかな方が好きだから、親子や友達同士で来ている人たちがワイワイ楽しんでいるのがね。塩ファンだけじゃなくてどんなところでも変わってるって言われるけどね。だからアマル監督が好きなの、あの雑多な感じがね。ああ、そのこと、博愛の人ってちょっと秘密よね。そう言ってくれるのは嬉しいけど、残念ながらそんなんじゃないのよ。私お腹空いてきちゃった。ご飯食べましょうかしら。私のことをもっと知ってもらうために、あなたに正直な話をしようと思う。昔から数学が得意だったわ。インドだからってわけでもないけど、暇さえあったら何かの計算をしてた気がする。例えばその場にいる人に身長を聞いて回って平均と中央値を出したりね。変な子供でしょ。そしてある時、家族から自分がシソジュッケだと聞いた。強力な魔法の素養があって、世界の人を魔物から守らなきゃいけないって。その時ね、無意識に計算しちゃったの。世界中の人々を守るには誰かを犠牲にしないと無理だって。すぐ恐ろしい考えだと振り払ったけどね。それから私は人々を助けるためにできるだけ無視を決め込んだ。見た人は救う。それが悪人でもどんな人でも命の選別を行わないように。それが博愛の由来ね。最終的に私は計算してしまった。そしてそれは間違いだった。人が命の選別を行うのはどれほど傲慢なことだったか気づかなかった。その時私は数学者として、始祖十家として、そして人としても失格したのよ。だから一からやり直しているところ。一人の人間として、始祖十家のマイヤーとして、数学者としてもね。ごめんね、塩ファンに来てこんな話を聞かせちゃって。よし、じゃあ一つ私の弱みを教えてあげる。水が関係する乗り物ある？私泳げないのよ。だからそういうのに乗ったとき、とっても怖がるから、その姿をあなたに見せておくわ。自分でもあんまり意味がわからないけど、見せておきたいのは、すっごく弱くて小さな今の私を誰かに。その誰かはあなたがいいわ。